よし、OK。ちょっと。面白すぎてやりたくなってしまいました。配信を久しぶりに、まあ正直そんなに深夜などで喋らないとは思いますけれども、ツイート自動でしてほしいな、これ。これでいいのかな、多分。あ、てかあれだ、ドロップス有効にしてみたいな。どうすんだ、ドロップスどこだ、わからん。まだその域に達してないか。ドロップスを提供できるほどのチャンネル登録者みたいなあれが必要なのか、もしかして。関係ねえか。オンにすりゃいいのか。めっちゃ雨降ってきたわ。あ、これか。ドロップス有効にさ、あ、もう勝手になってるか。勝手になってるかもしれん。タグいちいちあれか。変えなきゃいけないか。タグの順番な、入れ替えれるようにしてほしいな。タイトルにドロップス有効ってつけとくか。少しでも集客力を。まあ、ねえか。ないよな、さすがに。これで変わってんかな。変わったのかすらわからん。ちょっと待ってね。眠くなってきちゃった。びっくりした。急に喋るからびっくりした。自分の配信ってコンテンツのあれから見えないんだっけ。わからん。ういー、クイズさんいらっしゃい。お久しぶりです。ちょっとこのゲームが面白すぎて、久しぶりに配信をしたくなった。負ける気がしねえ。あれかもな、マジで。ゲーム音に負けるかも、声が。どうしよう。SE もな、別にそんなでかくなくていいんだよな。マスターボリュームで下げるか。でもこれは100でいいか。まあちょっと聞き取りにくい場面は多々出てくるとは思いますけれども、イベント開催中で声が荒れないのでご了承くださいと。声入ってるね。声が入ってね。ちょっと無理やり出力減15ぐらいにするか。これ変わるんかな。これ変わるんかな。めっちゃなんか雑音入ってんな。まあいいか。
自由に戻そう。わからん。らーん。しんいち。よし、やってこい。でく、俺一人で十分なんだ。めちゃくちゃかぶるなぁ、マジで。へい。くたばるんじゃねえぞ。セメントスね。セメントス、どうなんだろうな。あんまり味方にいて、役に立つイメージがない。壁って意外と、利的にもなるし、むずいんだよね。このゲームはマジでね、回転のあのなんだ、避けるやつ。あ、行く？この場所ね。この場所から。行ってみるか。ちょっと上から見下ろすぐらいがいいか。どうやって高い建物あったっけな。え、お前嘘だろ。この場所ね。焦った。どこから出撃するんだ。今確実に焦った。私は遠くに行こうとしてるやついます。はい、出撃位置は決まったな。多すぎる、マジで来すぎだろ、どう考えても。おかしいおかしい、マジで。てめえら足引っ張んなよ。盛り上がっていこうぜ。あ、しかった。届くか。あと30秒でエリアの方向。やばい、やばい、閉鎖できん。ロビーであんなできてたのに。危ない。ザマジか、ロビーであんなにできてたのに。閉鎖まずい。あ、来た。強く逃げる。ちょっと、え、全然違うやつ。あ、まずい。それすまん、足引っ張った。足を引っ張っています。うお、恨み晴らさでおくべきか。死にが、最悪や。あー、最悪や、ほんま。あ、まずい。助けてー。へぇー。ちょっとやばいな。ロビーで案内できてたのにな。完璧ね。久々の配信で緊張してんのかこれ。分からんけど。んなことないよな。配信で緊張するような人間ではないはずだ。ってなるとシンプルにゲームが下手。ゲームが下手説ある、これ。このゲームマジでエリアダメージが割と序盤から痛いから難しいんだよな。でも端っこで遊び始めたいよな、正直。やっぱこの
水色のロール、ちょっとロールの名前忘れたからあれだけど、この水色矢印のロールをつゆちゃんが一番いい気がする。お茶子も強いんだけど、マジでむずいんだよな。お茶子、つゆちゃんは最悪攻撃がうまくなくてもかく乱でうまくなんか機能できそうじゃん。移動をバン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 頻繁にしてヒットアンドウェイというか、お茶子は移動のスキルが、あの、何なんだあれ、通常攻撃メインの左クリックだから回数に制限あるし、いやまあそれはどれも同じか、それはどれも同じかも、まあ、それはつゆちゃんも同じなんだろうけど、だとしてもなんかつゆちゃんの方がバッと移動できるようなイメージはあるけど、まあだからエアプまだこのゲームエアプです。雰囲気でこのゲームやってるからやっぱ何もわからん、何もわからないですよこのゲーム。とりあえず最近分かったのは、使ってるキャラクターのロールと同じ色のカードを集めると技のレベルが上がるっていうことに2日目で気づいた。リリースされてからマジで最初分かんなかったこれ、ま、意味が。チュートリアルちゃんと見てない。雰囲気でチュートリアルをやってる。ジャンプ力高え、めっちゃできるし、19人3番21、5掛けか、5掛けのうちの2はうちなんですけどまずい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 、前から水色の2人が、あれって体力回復した時のオーラだっけ。あんな喋んないと思いますけどって配信の冒頭で言った時にめちゃくちゃ喋っておりますけど、やっぱ喋んの好きなんだよな多分。左から足落ちなかった、あ、いや、いるよいるよ、めっちゃいるよ、ほんと僕かしくいる。3721、おかけ、おかけは変わらんか、ワンパーティー通信パス、右めっちゃ足落ちするしな。つゆちゃんのこの半透明のやつなんだかんだ見えるし、ね、時空が歪んでんだよなそこだけ。あ、それは音でバレるんじゃないか、強気。そう、上にね、上に逃げるとマウントレディは何もできんからね、すぐに追いつけない。この辺強いよな、バグ号とかもこうやってパッと上上がれるし、つゆちゃんとか、まあ、お茶子もパッと上がれるし、デキ君のあの蹴りってあれだっけ、マウスカーソル抜いた方向のどうなの、上行くのあれ。うおお、すごい。あとデキ君のムチってあれ行くんかな、上に。ムチがジップのチップじゃないか、あれパスファインダーのあれって何つったっけな、パスファのあれみたいになってるかな、つゆちゃんのこのベロみたいな、どうなんだろう。てか青ありすぎじゃない、めちゃくちゃめちゃくちゃいいの、馬だからいいの、そう。ここで復活多分してもらえるはず。復活してどうなるかだよな。間違えた。さあ、あ、来た。よし、いいです。100にしておこう。ちょうどいい。2個ぐらい回っとくか、レベルアップカード、レベルアップで、これうまいことさ、こちらでレベルアップでアイテムです、用立ててください。
俺によこせ。レベルアップ。トン。ああ、ありがとう。注意はでいいか。急です。ああ、攻撃されています。注意を。急です。心配する。どこだ。舐めてんちゃうぞお前。へぇ、あ、待って、これデクだ。あれ、どこ行ったらいい。バカ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 、やめてください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 。あ、来た。ちょっと回復した回復した。あ、あれしかない、あっちしかない、体力の方しかない。え、待って、出れないこれ。どうすった。普通に出れば。上空いてた。倒したな。それを任せようとして、あいつ外出るだろう。あ、死んだ。ちょっと待って、あれはもう無理だ。あれとどめは無理だから一旦やめるとして、シールド欲しいんですよね。シールド欲しいんですよ。これマウスカーソル合わせるのマジでむずい、このゲーム。他のアイテムに座れる意味わからん。マジで意味わからん、そればっかりは。そればっかりはマジで意味わからん。え、待って、ちょっと待って、4キーで使えるだったら。え、あ、違う違う、あれだ。みんな回復してくれたんだ、ありがとう。熱い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 熱倒したい倒したい倒したい。よし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 。あっ、ちょっと、あつ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 、危ない。ちょっと逃げる逃げる逃げる。ごめん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 。バカバカバカ。本当に勘弁してください。本当に勘弁してください。ちょっと連打する。連打しちゃうくさいな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、やった。ちょっと待ってね、マジで。マジでちょっと待ってね。回復してるから今。緑のクビクビいってるから。バウンドレディしてたから、さっきの。意外と生きてたりしないんですね。誰え、マジで誰。え、うちのつゆちゃん強すぎ。ありがとう。じゃあやってみろ。つゆキャリーありがとう。マジでマジでつゆちゃん強えわ。何もできんかった今回。これつゆちゃん強いです。マジでつゆちゃん強い。味方につゆちゃんいるとテンション上がるかも。てく、俺一人で十分なんだよ。うん、まあ、かぶるよな。爆豪ティアワンだよな、もう本当に。さあどうする、どっちが譲る。私が譲ろうか。じゃあ使いこなせる気はしないですけど、申し訳ないが使いこなせはしない。使ったことない、まだ解放してからずっと爆豪しかほぼ使わなくて、最初キャラの見た目でマウントレディ使ってて難しいってなって、で爆豪手に入って爆豪やって、デクもな、デクもむずいんだよな。なんか、黄色、F、F がなんか移動の攻撃、え、違う、私が F に振ってるだけなんだけど、なんだっけ。あれ、元から F だっけ。ちょっと、ポーズ、怖っ。ポーズ怖っ。鏡方怖くてちょっとびっくりしちゃった。
爆豪でいうとこの回転蹴りのやつ、デクでいうとこの、よく来たな、つゆちゃんでいうとこのこれ、このキーのやつさ、移動系だと思ってたんだよね、正直。今ベロが交差した。なんかデクの蹴りとかさ、F かなと思ったら Q なんだよな、あれ。マジでちょっと違うなっていう。ここスタートか。まあ。この場所ね。この場所ね。しようかな。ここスタートってどうなんだろうな。いや、めっちゃいるやん。火災ゾーンに逃げたいところではある。正直。もう上の黄色いあのやつは動かないからね。一般通過でく。黄色ってあの回転するやつか。見とっちゃうね。逃がしちゃうね。つゆちゃんどれ強化したらいいんだろう。やっぱベロなのかな。分かったわ。え、上の話だよ。いた。敵を気をつけて。俺に任せ。やっぱなし。やっぱなし。こっちへ行こうぜ。私はこっちへ向かうわ。火災いなかったよ。火災いなかったし、火災行こうぜ。行かんか。行かんのか、火災。僕はこっちに向かいます。コース火災、ちょっとマジでもう頼むわ、ほんとに。あれ、レベルアップね。まあでもこれクローク、あれかな、隠れるスキルの方がいいのか。でも攻撃なんだろうな、サポートなのか、つゆちゃんはやっぱ何、なんだ、どれがいいんだ。めちゃくちゃあれが手に入るわ。レベルアップね。いや、待て、妖毛。ちょっと、はい、急に飛べるんじゃなくて、行って。ちょっと逃げ、逃げさせて。よし。ちょっとバカ。おお、なんで周りこんないっぱいいるの。なんで。一丁ヤオモモと別派だしな、しかも。なんで途中のあれついちゃんのビル壁登れなかったんだろう。頑張れー。あ、登れるんだ、やっぱ登れるんだな。このゲームエフェクトでかすぎるね、っていうか。全然関係ない話だけど、エフェクトでかすぎて敵見失うんだよな、このゲーム。もうメダルとバック以外何も残ってない。何にも残んねえ。跡形もなくピラニア。ああ、逃げたのかもしれない。つゆちゃん使いこなせるようになったら、なんかすごいことになりそう。白魚とつゆちゃんの二刀流になりて。ああ、まずい、ちょっと白魚まずいかも。意外と戦闘に参加しない。なんかあんまりてか、あの、はい、
爆豪か、爆豪と2人チームじゃないんかな。じゃあめんってる。あ、でもこれ助けれるね、担ぐね、これ担ぐの強えなぁ、マジで担ぐのめっちゃ強え。やっぱそのこの矢面のせいで全部私は人生壊された。あいつを捕まえろ、あいつがルパン三世だ。また矢面入ってるって。ヤオモモが行ったり来たりしてる。そしてそのヤオモモ無視。いやー厳しそう、デク。僕はこっちに向かいます。4-4。俺に任せる、手が邪魔すんな。ちょ気をつけて、敵がいる。4-1-1ま？え？反映されてるのこれ。5-3-1、5-3-1。そうか、私が奪いすぎたか、あの町のカードとか何から何まで奪った割に使いこなせない。このつゆちゃんなりてー。つゆちゃんが攻撃入るとか基本的にあるよな、だから浮いてなきゃいけないってことよな。ずっと相手の頭上を取ってマウスカーソルをぐちゃぐちゃにして相手の腕と脳みそを疲弊させるプレイをするしかないってことだよな、多分な。痛いんちゃいますそれ、痛いんちゃいます。あの左いるわ、ヤオモモなんじゃないそれ。ヤオモモと死なすがおさめにじゃなくて、なんだっけ、なんだっけ、死なすがおさめにじゃなくて、伏黒恵じゃなくて、伏黒が違う、なんだっけ、名前忘れた、名前が全く出てこん。なんだ、あ、キックでも上いけるんだな。ダビじゃない方、ダビじゃない方の名前が出てこない。勅使河原、勅使河原優也でいいか。あ、思い出した、しがらきだ、しがらきなんとか。下の名前マジで知らん、知らんってか知らん。なんだ下の名前なんつんだっけな。ヒロハエアプどころと騒ぎじゃないからな、マジで。教育実習に行って、おじいちゃんにデクが習うとこまでしか見てないからな、ちゃんと。その後またちょいちょい読んだりするけど、ジャンプで連載開始からちゃんと読んだのそこまでだな。なんかお肉にする人怖かったな。あ、むずい。え、どういう配慮、どういう配慮の仕方。史上稀に見る配慮の仕方してる。ユニのチョピットが入ったかも。でっかでっかでかそこで死んでるの。キーボード壊れるくらいボタン押してる。
てもこんだけアイテムがあってもあの復活のカードがないっていうね。復活の仕方をさスポットとかにするんじゃなくてカードにして持ってたらいつでも呼び出せるようにしたのが天才かもな。このゲームまた違ったアプローチでおもろい。 PUBG はそもそも死んだらそこまでだし、 Apex はタグでタグ？毒タグみたいなやつで一回復活できるシステムだし、どっかの FPS 系だと何があるの？一回死んだのがいいかな。でもこのゲームはそのカードのおかげで復活するっていうことができるわけじゃん。アドレンとは違うし、他に似たようなシステムがあるエピソードあったっけな。復活できるシステム、いいよー。ちまちま狙ってこう。ダメージが出ればなんかランク上がるって聞いたから、キルじゃなくてもいいらしい。本当なのか、本当なのか。そして上を取っている頭のプレイ。ここで。このゲームもなやっぱ高所割と強いんだよな。登ってくるやつがいるから。他のゲームとその高所の強さのあれが違うか。さあまだ5チームもいます、このマップ。このマップ、このマッチえげつなさすぎる。なんで5チームもいるんだ、こんな。なんで4チーム生きてんだ、他の。その割に静かなんだ、急に。そこ今1人でしょ。あ、下いない、今。あ、強いよ、それ。それ強いよ、今。1チーム減った。まあ、基本的にダメしてるのかな。あそこの爆豪くらいだったら一応熱いじゃないですか。なんかダメージしてて、もう円の外でもぞもぞしてるだけのチームが生き残ってるから、そういうあれかな。さあ、確認割っていくが、まだ4チームだからな。めげつないことやってるから。ああ、4分の4ね。ひっそりと生きていました。まずい、これフルスルートはするか。できたー、同じこと考えてる。するよね、フルスルートはね。そしてプールの監視員と、そう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 、体力回復も忘れずにね。あそこに絶対にあってるなんかマジで1111のそれぞれのチームの代表者で争ってるよね。そんな感じするな。全然当たってないなんて。いや、まずいシールド回復しておきたい。さあ、回復？回復ない、回復ないか、回復ない感じか、この感じ。ああHP しかない。HP やってる時のエフェクトって敵に見えるのかな。まずいよ、まずいよ。あ、ちょっとあれだ、バックもやられてるわ。ってことはあと強いのもう両目。さあ強い、あ、イーダいるやん。イーダいるか、でもイーダ死んだな。ヤオノモがイーダを狙って攻撃に当たったっていうことが、あーダメしちゃった。でも活気を入れてる暇は入れてる暇ありそう。めちゃくちゃ強い、マジンシー。イーダーはどっちのチームだったんだ。ついちゃう、ついイーダーだ。いや、もう自分で出したら勝ったりするね。エフェクト
エフェクトでかすぎる。でも押し出し強いんじゃないこれ。できましたわ。おー、勝った。え、行っちゃうのそれ。おー、決まった。なるほどね。ヤオモもな、縦長いよな、時間ずっとなんか突進してる。あれ、お茶子のハンマーと同じぐらいずーっとなんか技出てんなーって感じ。これもあれかな、ゲージのあれなんかな。いや、ちょっと不甲斐ないわ。不甲斐なさすぎる。けどもう行っちゃう。キャラクター変更しちゃう。やっぱ爆豪やりたいな、私は。やっぱり爆豪なんだよな。足引っ張んなよ。お、かぶってない。かぶってないけど、ロールがかぶってるのだけ、どうにかしたいと思ったけど、ロールがかぶりに行ったなんかわかんないけど。名前なんだっけな、ロールの。水色。水色と赤と黄色と紫と緑。しか覚えてない。アタッカーみたいな、そういう名称で存在してんのかな、そもそも。そこからだよな。よし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 。さあ、やっと爆豪使えるよ。よう、待ってたぜ。バトル開始までにトイレ行っておくよ。あ、思った。ない。射程距離どうなるんだ。今見えてるエフェクトの範囲分は射程あるんかな。なんかあんま分からんかも。どこから出撃するんだ。ここにです。ここに決めた。うわ、でも上のボックス取れそうな匂いあるな今回。ここが良さそう。ここに決めた。あ、ないわ。ないし、めっちゃいるわ。うわ、これは倒壊土砂か。土砂ゾーンにちょっと浅く移動しても良さそうだな。てめえら足引っ張んなよ。出てた。こっち行こう。俺に任せる。手が邪魔すんな。ちょっとあっち行きたいけど、もう上下がっちゃってんだよ、食い方。一旦回復挟んで、これエフェクト、エフェクトじゃねえ。だから下のやつ譲ることになっちゃう。当たってない。まずい。邪魔だね。ちょっと待って、届かんか。よし、ダウン取った。あれ、一旦ちょっと味方はちょっと我慢してもらって。え、ヒーローアカデミア、ウルトラランブル。え、マジこんなことあんのこれ。ネットワーク接続切れって何？何？イカリ君、イベント開催中で。こういう時どんな顔したらいいかわからないな。まあ、だいぶ序盤ボロボロの戦いだったからいいけど、
やりやがったな、あのまま。やっと爆豪使えると思ったら、この仕打ちですか。仕打ちですかってなんで。なんで上から目線なんだろう。あれ、これ探してる？ついてこい。いや、めっちゃ被るな、やっぱ。もう一回梅雨チャンスするか。いやでもお茶子、いやお茶子、うーん、お茶子か、お茶子かも。よし、行くぞ。いやでも梅雨ちゃん使いてえな。じゃあ梅雨ちゃんにしよう。やっぱ落ち着いていきましょう。じゃあもう今日集まんなくていいかったじゃん。もう家帰ってゲームしたいよ。予定がドタキャンになった時。大丈夫よ、みんな強いもの。アスカ文化アタック。聖徳太子。さあ、戦績見してもらおうかな。めっちゃダメージ出てる。あ、めっちゃダメージ出てるわ、この人。きたー。これ強いかも。いや、めっちゃダメージ出てる。期待できそう。これは期待できそうでございますけれども。なんかやっぱ JP サファから他の言う、なんだっけ？あれ？なんだっけ？サーバーの名前忘れた。UE か。ユナイテッド、あ、US か。ユナイテッドステイツか。アメリカって、アメリカが US？ ユナイテッド、でもユナイテッドってイギリス、ユナイテッドキングダムだよ。トイレ行っておけよ。ジャンプしてこうすると、あ、なるほどね。地面をベロッペロッペする。でも、あれなんか、フッて言ってる。R なんだ。R あれか、蘇生か。わかったわ。蘇生だ。やっと、ペロッてするやつだ。この場所ね。ここにしようかな。やばい、爆豪が生きてない可能性がある。出撃位置は決まったな。やばい、めっちゃいる。お願いね。はい。そうだよね、そういうことするよね。よし、ちょっと敵の攻撃だ。周り見ろ。ちょっと待ってね。ちょっと回復したい。一旦逃げてほしいな。あ、ちょっとあれか、まずいか。あ、まずい。え、ケンケンが二人いる。ケンケンが二人いる。何？ちょっと、分からん。スケロキャッチしよう。先ほどの爆豪。ちょっと、本当になんか、分かりません。どうしたらいいか分かりません、私。じゃあ、もう無理だ。スイちゃん使いこなせる自信がね。マジでむずい、この子。
たぜ。また動くときに告知してやるから安心しな。ナイフ振り回すやつ結構秒数長いんだな。名前がスッと出るのマジで。つゆちゃん攻撃がさ9しかないわけじゃん。9しかないってあれか、9もあるキー変えてるか。あのベロ回ししかないわけじゃん。ベロ回しとメインウェポンの2つでもう1個がインビジブルだから、透明化のあれは攻撃のあれじゃないから、まあ、基本的にサポートだから、それはもうそういうもんなんだろうけど。負ける気がしねえ。どうすりゃいいんだろうな、なんか。どうやって倒したらいいんだろう、一人で。結構なんか、つゆちゃん使いが上手い人って、ちゃんと倒したりしてるしな。それこそさっきチャンピオン作ってもらったあの回でも、つゆちゃんがめちゃくちゃ最後まで生き残って、活躍してたし。空中でな、F とか発動できるんかな？できないと思うんだけど、できたらめちゃくちゃ強いよな。ジャンプされてどっか飛んでって。届いてないのか当たってないのかわからん。なんかあんまりゲームのせいにするのもあれだけど、ラグい気がする。めちゃくちゃ近くにセメントスいるってことなんじゃないのそれ。いるやん。いるやんね。何がしたかったの？めっちゃ狙ってるよ。めっちゃ狙われてる。危ない。危なさすぎる。デイクもな、なんだかんだ来るからな。刺られてないんだな、ここら辺。あっつい。エリア変動まであと30秒だ。死にたくなければ移動しろ。よし。なんかめっちゃ悩んでんな。負ける気がしねえ。お、来た、来たんじゃない？これ、来た。あれ？そうか、1枚、あれ1枚持ってないのか。お、あと1枚かーい。なめんね。言うて今復活したところでレベル1ついちゃう、ラインしたらいいやって話やけど。ナイスダウン。できることなら安全系の死体から灰色のカードだけ奪い取りたいよな。僕に任せてしてる。ないんだよな、そうそう灰色のカードが。そしてその目の前にもいると。エリア変動
そして見えてると轟きか、轟きが詰めてくるぞ。もうすぐスライディング、いや無理じゃない、それそれ行くの無理じゃない、いけるんかーい。さあ問題はピンクのカードが取れるのか。素晴らしい。ああしかもその木陰で、ああ素晴らしい。復活の準備だ。ギター、ありがとう、ありがとう、助かったわ。さあ、リセールのカードを。残りチームは半分、まだまだどのチームが勝つのか。実はもらうか、そんなことないな。あら、アーマーを回復させたいけど、でっかいのはちょっと使いたくない。どうしよう。こんなこと言ってられないか。あ、めっちゃ取りてえ、あれ。いいか、これ使って取りに行って。気をつけて、敵がいる。わかったわ。気をつけて、敵がいる。やばいやばいやばい、暴走トラック突っ込んできてる。マジでトラックすぎる、あれ。さっきアーマー回復した分意味なくなっちゃった。よし、あ、てかそうじゃん、さっきのこれ、これで移動すればよかったんじゃ。あ、取るとあれか、出てきちゃうのか。いやー、ちょっと待って、それは。バレてる。いやー使いこなせる気がしねー、ついちゃう。そしてなぜか生き返る爆豪、なぜバレてない、なぜ爆豪バレていないのか。いやーむずいなー、ついちゃう、マジで。どうしたらいいんだマジで、つゆちゃん。スッと訓練場入れるようにしてほしいな。行きましょう。空中だと縦回転になって、地面だと横回転になって、この場所ね。でベロは3回。どういうムーブが正解なんだこれ。
な。なんで、こうか。ベロで、ベロで捕らえて、これでギリ割れてないのか。割れた。はいはいはい。で、これがレベル5ぐらいだとどうなる。むずいな、マジで。結構早めに出してもいいのかな、もしかしたら。もう終わりよ。なるほどね。今出して、こうか。掴んでないとでもこうなっちゃうな。もう少しね。飛んで、ピャッと飛んで、掴んで、こう。アクトも基本的にはこうの方がいいのか。当たんねえな。横のあれで変わるとかないか。想像し。結構当たるんだな。ちゃんとコンボを意識してボタンを押せば勝手に当たってくれるのか。狙う必要がないのかもな、これ。えげつない引っかかり方してる。これで決めるわ。やあ。届いて。狙い撃ち。届いて。ただその後のコンボ繋がらないのか。これはレベル9だからめちゃくちゃ範囲が広いだけの説はある。なのでもう一回1位戻す。これで決めるわ。猫の目を刺して、復活するの待って。これは格闘がコンボ入ってるんだけど、これ以上入んないんだよな。一回あの状態になっちゃうともう何もなくなっちゃう。入る時と入んない時の高さの違いね。これは入るんだな。ダメージ入んないかな。マジでこのベロむずい。
ちゃうんだ。不発だった時も技一回出してる判定なんだもんな。ジャンプで縦軸がブレるんだよな。案外こんぐらいあった方が良くて、1っていうのが 100% を表してるのかが分からん。してるかも。よっと、間違えた。入った瞬間にもう格闘を押せればいけるのか。覚悟で試そう。いやでも向きもあるなこれ。これ向きもあります。デク君があそこにいたからできたのかもしれない。気がする。入ってないのか、当たってないのか。入ってない、多分入ってない。スピードなんだな。簡単入っちゃうのがこれ当たるんだな。難しいね。この速度ぐらいだったら入るんだ。もう少しね。ダウン取る攻撃ならいけるんだけどね。
でも鍛えれば鍛えるほどみたいなところあるか。おお入るな。足元狙いのか。止まってると勝手にダメージ入るんだ。登れるやつが当たり判定あるやつか。まあでもコンボができるっていうことが分かったのはでかい。3時半か。イベント開催中ね。じゃああと30分だけ、4時までやるか。分かった上でちょっと試したいよな、さすがに。でこういう時に限ってつゆちゃんかぶったりするんだよなっていうと言霊で当たっちゃうから。大丈夫よ、みんな強いもの。よし大丈夫そう。五条悟れいる。大丈夫、僕強いから。それ正論、俺正論嫌いなんだよね。アンパンマン、ジャムおじさんの子供時代編、えぐ。子供時代編じゃないか。ジャムおじさんがパンを作り出したルーツが描かれるみたいなこと書いてあった。なんでそっちの子勝つんだ。悔しい。なんであれ負けるんだ。負ける定めなのか。火炎にする。火炎にするなら、ここで暴れよう。この場所ね。準備はここまで。うわ、あの潮崎めっちゃ気になる。てか誰も大雨ゾーン行ってね。一個あげるか。紫色。間違えたな。わあ、早速誰かが KO した。アイテムね、お得だわ。俺によこせ。ギロ、逃げ遅れは知らしといた。ちょ、早すぎる。ベロ想像の 2,3 倍届くな。
レベルアップね。怖いものなしよ。こんないっぱい持てないんだよね。ズラレベルアップね。ちょっとダビ待って、ダビ待って。よし。ちょっとダビ。ゴミがいるぜ。落ちちゃった。燃やすか。置いちゃう。アイテムで、ね、落とすか。いるよ。アイテムボックスか。別に興味。危ない敵を気をつけて。アイドル。当たってねえし、当たってねえし、なんでそう上に逃げちゃう。もうついちゃんの特権だよな。上に来たら上にいるやつに。一旦鼻かゆいか。一旦鼻かゆいですよ。水色になってるのプルスープとかのマークは、ね、立体的すぎて当たんねえんだよね。当たんないっす。ちょ、当たんないっす。これこのコンボ当てられる気がしません。どうしたらいいですか。ペンネームつゆちゃんが好きなのに使いこなせないっすけど、セメントス上にいるやん。あっつゆんとす当たらんで、つゆんとすって言ってる。中で隠れてさ、隠しちゃうもんね。敵も敵でそんな強いわけじゃないから、なんか今微妙な戦いになってるな。ちょ、当たんないこれ。何、どうやって当たる。ちょ、これ逃げちゃう。うぃー、あっつ。やば、まずい、危ねえ。よし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 。この逃げ、この逃げの強さ、さすがっす。いや、めっちゃ強いな、この逃げ。当たるのこれ。何で当たるのこれ。ちょっとマジで。セメントスに負けたくはない。よしよしよし。マジで。持ってかれてる。少しで分からん。それっぽいことはしてる。なんて当たらんこれ。分からん。ちょ、無理無理無理、人いすぎ。無理、上にもいるし。もう無理だこれ。待って、隠れないでしょ。そうじゃ、つゆちゃんの強さの法則を見失っていた。近くめっちゃ音するけどな。回復する手止めらんねえわ。めっちゃ来てる。元気になったわ。ここですれ違っちゃうんですね、逆にね。踏まれてないからね。めっちゃお腹空いた。いいわね。元気になった。
ったわ。ちょっと積極的に攻めに行こう。これマジで当てらんねえ、マジで。なんで当たらん、このコンボ。よし、鬼の犬間に乗り上げるな。乗り上げないでくれ、頼む。これで先蘇生通すか。これを使うわ。蘇生通してでけえバッグ拾って礼はしてやる。これ使ってレベルアップね。ちょ、全部取っとくよ。レベルアップね。あと30秒でエリアが動くぞ。自分の動きを確認しとけよ。レベルアップね。使うやついるか、くれてやる。いる、めっちゃ遠くに。急に何？急にイラ来た。金ピカのイーラが引き逃げに遭いました。被害届出さないと。これ警察に被害届出したらどうにかなるかな。よし、あそこやってんな。あの飯田倒したい。まだよ。追い詰めるわ。どうかしら。なんで当たんないのかなと思ったけど、これは多分あれです。マントレディどこ行った。ちょっと待って、マントレディ見失った。視力カス。来た、よし、来た。やりたかったこと全部やる。ちょっと待って、当たらん。単純に当たらん。同じこと考えてるやついる。もう無理。もうマジで無理。このキャラマジで難しすぎる。つゆちゃんのベロがなんで当たらん。これエイムの角度とかないよな。よし。回復できるんだ。透明で飲めるの強い。透明飲み、あ、普通に効果が、あ、回復した。欲しいです。ちょっと通ります。通ります。戦いが激化しています。まずい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 。バレてないね、バレてないね。ここバレてます。バレてるんですね。もうだー、もうほん、ここで終わりだ。マジでむずいって。
ビーフォーか。うまくいってよかったわ。ちょっと水色のロールあれじゃないかも、性分と合ってないかも。使いこなせたらいいかなと思ったけど、ラピッドじゃないかも。私ストライクかも。くたばるんじゃねえぞ。つゆちゃんめっちゃむずいわ。あとね、めちゃくちゃね、青のカードが見つからなかった。技のな、強化レベルにもよるよな、この感じな。ちゃんと技を強化できれば強そうな感じはするけど、技が伸び、いや、てかマジでなんでベロ当たんなかったんだろう、あれ。もっと待つのかな。もっと待つべきだったんでしょうか、ベロ。難しい。ホスト全然レディーしません。悩んでたんかーい。キャラ変更待ちだったんかい、これ。つゆちゃんやった後のジャンプ短かった。引く。好きな場所に行きな。好きな。ここにしようかな。おい、ちょっと東海ゾーンを遠すぎるって。終わったあれ。こっちだ。ここにしようかな。ここだ。あぶねえ、マジで最後の最後に。いや、ちょっと固まりすぎですでも。敵固まりすぎ、これ。後ろの山パッと行くか、上漁って。無理だ。あの範囲は強すぎるだろう。場を掌握しすぎてる。助けいくか。それでもかかってない。見つけて。うわ、当たってないね。サウルスだ。救急を求め。よしよしよし、これは助けれそう。いい、助けちゃう。全員いた。あ、気をつけて、敵がいる。気をつけて、僕はこっちに向かいます。気をつけて。当たってんね。間違えた、間違えた。つゆちゃんの、つゆちゃんのやつやっちゃった。お、起きた起きた。勝手に起きた。あ、くそ、見え、見えません。何も見えません。あぶねえ、なんか透析。マジか。いやー、投げ切れてないんか、これ。難しいねー。まだ耐えしのべばいけそう。アイテムで。
ホッシラ取ってこい。バレるか。調べとこう。無理だ。レベルアップで。あと30秒でエリアが動くぞ。余裕だ。開けるかな。開けてんかな。負ける気がしねえ。開けてなさそう。いるし。よし、いるけどバレてなさそうだし。うまっ。やっぱ私爆豪かもな。そろそろさっきダウンさせてたチームが、開けてねえな結局。お、プルスルトが溜まった。何も登ってないこの人。これでアイテムボックスからさ、あのピンクの蘇生カード出たら強いんだよな。戦いも目がこっち向いてないし。レベルアップで。いけるぜ。よーし。来い、リカー。いい。ありがとう。やっぱ便上げといて。いるな、近くいるっつって。あ、レベルアップか。雷にあげたい。じゃあ雷止まって。まだまだどのチームが雷、あっち、雷行くな、バカバカ、雷行くな、バカ、カバーできないって。ああやばい、それ雑魚が湧いてんぞ。心配すんな、全員セーフエリア内。敵に攻撃された。まずいよそれ。蘇生行っちゃうか。無理だ。いやー無理だなこれは。なんかめっちゃ置いてある。ちょっと邪魔だなマジで。飯田が邪魔。飯田良くない本当に。一旦あれはもう放置して、先に私の回復で。ちょっとやめてください。やめてください。まずいこれ。ちょっとまずいか。ちょっと人いすぎ、人いすぎ、人いすぎ。登ったと見せかけて降りてるっていうね。ちょっとやった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 。フルスルトがして、でここで2回これを使って上に逃げちゃうんですね。賢い。フルスルトはそうか。よし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 、これで一旦ね。残り4チームか。
いるなぁ。エリア変動まであと30秒だ。死にたくなけりゃ移動しろ。取れてないんだ。残り3チーム。危ない。うい、うい。来るか？かかってくるか？当たってないです。ちょっとエイムが。エイムがおろそか。いた。でもかかってくい。届いてね。レベル9の射程でも届かんか、今の距離。じゃあちょっと回復に専念するしかない。負ける気がしねえ。どっからでもかかってくい。避けてみろ。うぃちょっとトガヒミコがいます。ちょっと、あ、当てすぎじゃない？6対1 6対1されてるこれ。なんで？なんか急にぐんぐん当たったけど、そんな、そんな私だけ標的になることある？俺まだ満足してねえぞ。悔しいわ、なんか。いやー、ダメだったか。チャンピオン取りたかったけどなー。ってことで、深夜のゲリラ配信以上になります。イベント開催中で。お疲れ様でした。バイビー。